How are you?、as you notice,、I've got a haircut. How do you like my new hairstyle?、but at the same time, I have a cold and I have a runny nose, and also I sneeze a lot, and also I cough a lot. So I hope I get well、by tomorrow. はい、じゃあ今日のレッスンに行きたいと思います。今日は発音。ね、先週に続き2回目の発音レッスンです。今日は曖昧母音と呼ばれているもの、えっていう発音と、あっていう発音についてお話しします、ね。発音はとっても大事です、ね。いくら勉強しても発音がうまくないと全く通じない英語ということになりますので、発音はとても大事、ね。大切に扱っていただきたいなと思うことの一つです。では、えっていう音、ね、曖昧母音と呼ばれるえっていう音からいきます。はい、発音記号は、こういうの、ここにありますね。発音記号はこういうぐるぐるね、E の逆みたいな、こんな感じですね。A の口で、あ、これは最初のうちはとても、極端にしてください。え、え、え、あって感じね。え、え、しっかり横に開いて、え、え、have、ね、B、B も B ね、have、family、family、okay、next one、that、th は、th、th、that。That ではなくて That Have Family That Have Family That できましたか。では次、こういう発音記号なんですが、ね、大きな口、あの口を開けて、おという、あとおの間、でもあに近いですね。ね、これは、ホットでもなく、ドッグでもなく、トムでもない。大体、日本人の方は、ホット、ドッグ、トムと言っちゃうんですけども、それは、この発音記号ではないです。もっとあの口、大きな口を開けて、あ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 でおういう、そんな感じですね。ハート。Dog, Tom, Hot, Dog, Tom できましたか。あという音、それからえという音、この両方とも、この母音はとても大事なポイントです。 How do you like my lesson today? I'll see you next week. Bye.